どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはドン、米津玄師さんの海の幽霊。こちらの曲、昨年2019年に公開された怪獣の子供という映画の主題歌でございます。夏をテーマにしたものすごい世界観のある曲でございます。これをこのウクレレでやりましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超初心者簡単バージョンなんですけど、この曲歌めちゃくちゃ難しいです。歌のメロディーとタイミング超絶米津玄師さん節が炸裂しております。コードと演奏は簡単にしてますからね。歌を聴き込んでやっていきましょう。はい、後半はさらにそこにリズムが加わる。はい、後半はかっこいいバージョンです。はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。皆さん音楽聴くの最高ですけど、今度は始めましょう。このウクレレで今ご覧になってくださってるガズレレ方式でウクレレで音楽始めたらもうあっという間にできるんですよ。ほんとどんな方でも、楽器触ったこともない方でも、あれよあれよと音楽ができる、弾き語りができるプログラムがあってですね、そのプログラムを見てば全世界中の方がもうウクレレで音楽始めてます。皆さんも始めましょう。ほんと諦めてる方できますから。はい、もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐできるようになります。これ YouTube 動画ですので、いつでもどこでもスマホとかでも見れて無料ですからね。ひとまずやってみましょう。それではここですよ、このリンク。いってらっしゃい、どうぞ。はい、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲をウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1300曲以上、もう1400曲ぐらいになってるかもしれません。あります。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もう本当にいろんな曲、毎日毎日このウクレレで簡単アレンジで公開してます。皆さんこれから音楽聴くのも最高ですけどね、やる方もぜひ体験してください。それでは、この曲、歌めちゃくちゃ難しいですけど、世界観。なんとかこう掴み取ってやっていきましょう。米津玄師さんの海の幽霊、ガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3,4 明け放たれたこの部屋には誰もいない。潮風の匂い染みついた椅子が一つ、あなたが迷わないように開けておくよ、キシュートが叩いて、何から話せばいいのかわからなくなるかな。星が降る夜にあなたに会えた、あの夜を忘れはしない、大切なことは言葉にならない、夏の日に降りた全て、思いがけず光るのは No離れ離れでもときめくほど叫ぼう、今は幸せと、大切なことは言葉にならない、跳ねる怒りに溶かして、星が降る夜にあなたに会えた、時を忘れはしない、大切なことは言葉にならない、夏の日に起きた全て、思いがけず光るのは海
海の夕暮れ風香る砂浜でまた会いましょう。健さんの海の幽霊ガゼレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。途中ですごいのありましたよね。2弦の4とか3とか、はい、あれはですねちょっとかっこいいバージョンではしっかりコードを抑えるんですけど、初心者さんにはちょっと難しいと思ったんで、ちょっとオリジナルアレンジで本当必殺技ですけど解説していきます。今なんでそこ以外のところは演奏は比較的こうねコードも簡単だと思ったんですけど、やっぱりこの歌なんですよ。歌が本当にもうメロディーラインと言葉のタイミング、まあもう米津玄師さんの世界観が炸裂で、まあ、もっと難しいです。はい。そこをまず掴み取るのがもう第一ステップだと思うんですけど、はい。演奏はね、簡単にしております。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットアレンジさせていただいております。2番と思われる、2番のね、主に2番のバースをショートカットさせていただいてますので、ちょっとフルでやってみたいなという方は1番のコードを書き出してもらって歌詞を書いていく。それで再現できると思いますので、ちょっと挑戦してみてください。そして今やったシンプル簡単バージョン、YouTube と一緒に演奏できた方も、やっぱりね、その次はご自身だけで歌うのをおすすめしますんで、紙とかにこうノートで書き出して、ご自身だけで歌ってみるのをおすすめします。その時の参考になるように、いつもこのガズのね、ノート、写しております。これをこんな感じで参考にしていただければいいかなと思っているんですけど、この手書き、いつもこれを見てます、ガズはね。今、このサービス始まってます、ガズクラブ。このガズクラブというのは、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、この最新楽を含む、ガズが今まで取りためてきた膨大な曲の中から、毎月5曲、皆さんのお気に入りの曲を選んで、ダウンロードしていただくという画期的なサービスで、今もうメンバー、ガズクラブ500名オーバーで、皆さんご活用していただいております。そしてこのガズクラブではですね、楽譜のダウンロードの他にも、オンライン配信イベント、メンバー限定のオンラインライブ配信イベント月に2回開催しております。次は9月16日夜8時からスピッツ祭り開催。このようにテーマを決めて今も課題曲も出してですね、もうこれがもうめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。オンラインライブ、皆さんガズクラブに入ってくれたら参加できますので、ぜひお待ちしてますよ。あとそこには非公開の SNS があって、いろんな今日はねいろんなすごい課題を出したんです。なんかねもう本当ね面白いクラブ活動、そこでならではのこうディスカッションしたりとか、いろいろ質問に答えたりとか、あと皆さんの演奏動画をアップロードできる場所も2カ所ありますんでね。はい。あと毎朝7時にガズがラジオ放送もしてます。盛りだくさん、ガズクラブ活動、皆さんもご検討ください。じゃあ移してまいります。今日はねすごい歌がやっぱ超難しいんですよ。で一応こうあと書いたんですけど、この点でねリズムを測る、この点とかこのくるって囲ってると早口だとか、そんなようなガズの独自のね書き方があるんですけど、これ参考になればと思います。動画のテロップ、見てもらってももちろんいいと思うんですけど、はい、さーっと移していきます。こんな感じかな。はい。でこのサビ、このサビのねリズムの拍割り、リズムのこの言葉の入るタイミングとか、もうなかなかこれはねすごい、理解するのにもう結構掴み取るのがね結構リズム感を大変だと思うんですけど、はい。そしてさっき出てきましたこれ必殺技、二弦の四三って書いてあります。これはねこの下のコードね、これかっこいいバージョンでくるっと囲って下のコードやるんですけど、これはちょっと初心者さんに難しいかなと思ったんで、ひとまずこれで再現してみます。で、ちょっと練習してできるようになったらこのコードを使ってやっていきましょうということですね。はい。こんな感じ、さーっと、一時停止とか、動画のテロップも一応見ておいてください。はい。ここね。で構成としては、ここから今、ザーっとやってきて、で、このサビに、そうだね、こうやってザーっとやって、間奏をやって、このサビもやって、そしたらですね、またここサビ1って書いてあるから、ここでまたここに戻るわけですね、サビ1は。そしてここに戻って、ここまで来たら、今度はラスト。これをやって、最後ちょっと溜めて終わったというのがガズレレアレンジでございました。じゃあ出てくるコードちょっと解説していきます。この赤く囲ってるやつはさっきのね、2弦の3、4とか3とかいうところで使いたいコードで、後で解説しますね。まず今、シンプル簡単バージョンでこれだけ7個のコード出てきました。C と Am と F と Dm、G7、E7、Em7。これ超入門コードのグループ。これドーン、ガズレレ必須コードの、もうオールスター、ほぼオールスターですね。今日はだから7個のコードですけど、簡単コードです、これは。このガズレレ必須コードっていうのは、ウクレレで音楽を始めてようかなと思った方に一番最初に覚えてほしいコードのグループ、10個のことを
ガズレレでは勝手にこのガズレレ必須コードということで命名しておるんですけど、10個あるんですよ。10個もあるのそんなにいいと思うかもしれないです。これ10個覚えておいたらもう本当夢のようなコードで、世の中の曲ほとんどこの10個でできるんじゃないかというぐらい、本当に役立つコード。まずはここを覚えていきましょう。だけどね、10個って言ったらね、多いような気がするじゃないですか。見ていてくださいね。これも1個のコード、これも1個のコード、これも1個のコード、これも1個の、指1本で押さえられるコードもいっぱいあるし、1個ずつ見たらどのコードも簡単に押さえられるんですけど、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、それを私が動画でめちゃくちゃわかりやすく解説してます。ここにリンク貼っておきます。この動画を見たらですね、もう面白いようにね、コード覚えられちゃいますんで、ぜひ取り組んでみましょう。で、その10個の中の今日7個でやりましたということでございます。で、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、これね、やっぱまず4つ目で歌をね、もう掴み取ってください。これ本当に掴めたと思ったら逃げちゃうようなこの歌のメロディーラインと言葉。米津玄師さん、いつもね、そういう独特のね、この間とかメロディーライン。これを掴み取るのがね、まあ、大変なんですけど、そこに夢中になっちゃって面白いっていうところがありますから。はい。で、できるようになって、よし、これいけるなと思ったら、かっこいいバージョンに入っていきましょう。はい、じゃあそれではかっこいいバージョンの解説です。で、先ほど、2弦の4、3というふうに置き換えた、あそこの凄まじい簡単アレンジのところのコードがここで出てくるんですけど、はい、そう、すごいよね、そのアレンジをね、やってみましょう。出てくるコード、まずこれ。G シャープ星というコード。この星っていうのはガズレレオリジナルの表記で、ちょっとコードネームは多分ザーッとあるんですけど、まあまあパッと見、ちょっとガズオリジナルの簡単アレンジコードですよというふうに覚えておいてもらうといいと思います。じゃあこれを解説しましょう。押さえる場所は、ここと C のところ、ここと、ここ、とここ。4弦は開放弦を弾きます。そうするとね、押さえ方はね、人差し指はここ。こんな感じがおすすめなんですよね。人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦。こんな風に。なんとも言えない響き。これ4弦も弾いちゃっていいですからね。はい。で、これ、もう一個押さえ方があって、これ、人差し指でこの3つを、1、2、3弦押さえて、ここちょいと立てる。これでももちろん、OK でございます。はい。音ができれば大丈夫。はい。で、これと、もう一個出てくるんですけど、次はね、D シャープという、これとこれのセットですから、ね、D シャープは押さえますね。ここと、ここの3箇所。こういう風になりますね。こんな感じだと思う。こんな風。はい。D シャープ。はい。そこのところを通してやると、思いがけず、光るのは、さっきシンプル簡単バージョン、ここ、思いがけず、二弦の4、3、この響きをコードで。はい。ちょっとここ、コツがいりますけど。なんならできるんじゃないですかね。ここの一箇所なんで、ちょっとこの2つのコードが出てくるところ、このワンフレーズだけがちょっと、なんかこう不思議な、ギュッとこう異次元に空間に巻き込む、そういう仕掛けがこの曲にあるなと思って。ここはちょっと練習して、この G シャープ押しと D シャープで。なんとかやってみることをお勧めします。それもちょっと難しいけど、でもそれでも曲を弾きたいという人はさっきシンプル簡単バージョンでやった2弦の4、3で、これも十分、これもアレンジの1個としては面白いと思うんで、はい、それ取り組んでいきましょう。そしてかっこいいバージョンではね、ちょっとキーポイント。1弦の3フレットをずっと押さえたまんま。これサビはいいです。サビ以外のところですね。A メロと B メロとかその間奏のところ、ずっと、要は、Am だろうが F だろうが G7 だろうが、ここを押さえたままです。ちょっとこの響きをですね、A メロの最初のところで演奏してみましょう。1、2、3、まず F から。よくない？ F、G7、Am。これずーっとこの音が響いてる。F だろうが G7 だろうが Am だろうが、はい。はい、この辺が、ガーッとこう大陸感を出す仕掛けになっておりますので、ここ、キーポイントになります。で、これね、あなたが迷わないように、開けて、まあ、B メロですけどね、しむぐとだだ、こんな感じで、なんかこう、広がり感がある、不思議な音色になりますんで、これキーポイントにしておきます。1弦の3フレット、サビ以外は押さえていきましょう。で、弾き方なんですけれども、これはですね、結構伸ばすというポイントが多くて、よく白玉って言われますけど、この伸ばすところ。あとこの、リズムをこう、ボディタッチで取ったりとか、ちょっと A メロの1番と B メロのところなんかも、そのタッチの感じを変えてます。最初は、こんなくらい優しい、こんな感じでやっといて、で、さっき今やった B メロのところは、あなたが迷わないように、タン、ツッタ、裏でトントンと、
この叩き方で差をつける。伸ばしてるんだけど、このちょっとこうリズム感の取り方をちょっと変えるっていうことをやってみたり、あとはね、通常のリズムとしてはガズペジオが入ってきます。ガズペジオは、サビの中の後半と間奏などで使おうと思います。こんな感じ。いいんだ、これがまた。ガズペジオ。ガズペジオと、あとサビ。今回のこうサビのリズムが一番難しいですね。これね、16ビートのチャなんです。このサビのところでドラムのフレーズを口で言うと、ドーンとバーンスとドーンスとバーンスとドーンスとバーン。こんなでっかいスケール感のリズムがかっこいいんですよ。で、これをもうちょっとドラムねかっこよく言うと、ドーンスとツクツクバーンスとツクツクボーンスとツカツカバーン。これをウクレレでなんとか再現しようと思うんですけど、ちょっとコードだけ弾いてみると、星が降るようにあなたに会えた、チャンタカツカタカ、ドンのことでバンタカタカタカ、ドンのことツクツク、バンタカタカタカ。こんなイメージになると思うんですよね。もう一回やりますよ。まず F から、ジャンジャカジャカジャカ、チャン。この F じゃない、この E7 の時にチャができないじゃないですか。ジャンジャカジャカジャカ、ここで本当はチャってやりたいんだけど、そうすると音が切れちゃうんで、アクセント、ここの E7 コードが1ブロックにコードが2個入ってる時はコード2個目の時にアクセントバチンと強く入れる。で、1ブロックに1個の時は普通のチャが入ります。そうすると、星が降る夜にあなたに会えた、チャンチャカチャン、ドン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 、チャカツカツカ。こんな弾き方、ちょっとこれもうちょっとゆっくりやってみるか。星が降る夜にあなたに会えた、チャッツクツクツク、ドン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 、ダーズカズカズカ、ドン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 、チャッツクツクツク。はい、こんなリズム、チャカチャカ、ずーっとだからダダダダダダ、これがずーっとこう鳴ってる感じ。この中でアクセントとチャを入れる。表現難しいですけど、ジャンジャカ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 、ダンジャカジャカジャカ、チャクツクツク。なんで16ビートと16ビートのチャですよね。はい、でっかいスケール感。なんで今日出てくるリズムはガズペジオと16ビートと16ビートのチャという、そんな感じのニュアンスになるかと思います。あとは伸ばしてボディヒット。はい、じゃあこの今映ってるリズムで弾き方の解説はここ。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガズペジオと16ビート16ビートのチャ、それぞれ動画が上がってて、もうレッスン動画になってますんで、しっかりやってみましょう。このストロークというのはどっちにしてもこれすげえ難しいやつで、しかもこれゆったりしてスケール感でっかいとなると、まあなおさら難しいんですけど、基本はやっぱストロークの、基本は8ビートになってますね。こういうのやったことない方はまず8ビートから地道にこうトレーニングして16ビートものにしていきましょう。この曲はね、やっぱり速くなっちゃうんですよ。なんでなるべくこうズルズルと引きずるように、こうなんつうのかな、速くならないようにどっしり感がテーマかなというふうに思います。あとやっぱそこに歌を乗せるタイミングがすごくこうまたいでくるというか、これ歌ってみたらもう本当になかなか掴めそうで掴め取れないみたいなね、本当にうわーって感じになるんですけど、こうなんとなくこう分かってくるとすごいこう楽しくなってくるという、そういう魅力がある曲でもあると思います。はい、そういうわけで、演奏自体はそういう感じでシンプルなんですけど、さっき言ったコードの G シャープ星と D7 のところのところとか、あとは、大きいサビなの16ビートと16ビートのチャ、あの辺がやっぱキーポイントだけど、やっぱり一番のキーポイントは歌ですね。歌のやっぱメロディーラインと言葉を入れるタイミング。はい。それと忘れてはいけないのは、やっぱその映画の世界観と、この曲の歌詞も、やっぱりこう読み解いていただいて、その感じながらそれをやる、演奏する、形にしていく、音楽に託していくっていう、そんなイメージで、取り組んでみましょう。ちょっとこれは難しいんでね、時間かけてやる曲だと思うんですけど、やってみましょう。米津玄師さんの海の幽霊、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4。明け放たれた、この部屋には、あなたが迷わないように開けておくよ、岸の音が叩いて、何から話せばいいのかわからなくなるかな。星が降る夜にあなた
たあの夜を忘れはしない。大切なことは言葉にならない。夏の日に起きた全て思いがけずあるのは海の幽ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。わー、これはですね、特にサビのダーンガスガスガバースガスガスガドーンスカスカスカカツカツカ、あの感じ、あれはね、なかなかこれウクレレ一本で表現するのは本当難しいんですけど、だからこそこう面白みがあると思います。ちょっとゆっくりじっくり取り組んで、時間かけてものにしていくのがいいと思います。さあ皆さん、この音楽やる楽しさ、十分味わっていただいていると思うんですけど、今度周りの方にもぜひこのウクレレの面白さ伝えてくださいね。ガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。お知らせです。いつも使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、本当に今大人気でございます。ありがとうございます。毎月1回程度、ある程度の、ウクレレをですね販売して、事前予約で注文を受け付けてるんですけど、本当ありがたいことにもう本当に1日2日でもソールドアウトになってしまう状態が続いてまして、また来月もこんな感じでご注文いただけるようにすると思うんですけど、今ベトナムでもちゃくんがこう一生懸命もうガズレレGラボチームで、一丸となって取り組んでますので、まあ、ご注文いただいている方、もうちょっとお待ちください。そしてちょっと気になっている方、来月もまたご案内ありますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的な商品で、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、
こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね、取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね、譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、まあオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはちょっと思われないっていうのもあるし、これ見て、ここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはね、もうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね、楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい、ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。